さーて、ユニクロの新作でもチェックしようかな。お、これなんだシングルからショートブルゾン。あんまりお店で見たことがない商品だな。これ、欧米特別コレクションなんだ。新宿の本店オープン記念で、新宿店で取り扱ってのと、あとオンラインのみの展開なんだな。他にも欧米コレクションいいのあるんだけども、なかなか新宿まで行くこともないし、オンラインだとちょっと心配なんだよな。このあたりバチッと紹介してくれる ははいないななののかなぁと思っている皆さんこんこにちススタイリストの大山俊です今回の動画なんですがユニクロのですねオンラインと新宿店限定で販売されている欧米特別コレクションですねその中で大人に合う服参戦というテーマでお届けをしたいなぁと思っています今回新宿にですね本店がオープンしたんですね僕もですね実際に行きましたがビックロがあったところにですねユニクロ本店がですねドンと今構えられてるわけなんですが、まあ、そちらのオープンを記念して新 新宿店とあとはオンライン限定で、本来であれば欧米で取り扱っている商品がまあ、一部買えるということで結構これですね。良さそうなんですよね。ただなかなかですね。実物を見れない方も多いかなと思うので、今回はですね。皆さんに一部ですね。買ったものもありますので、しっかりめに解説をしていきたいなと思っています。まあ、本当にユニクロは話題作りが上手と言いますか？まあ、最近はコラボレーションもすごく続いていますし、こういった欧米特別コレクションなんかもやるので常に話題をですね。 さらってていいいくなととう印象があるるんでですすけども、まあ、今回の欧米コレクションを見ているとですねやっぱりこうユニクロらしいベーシックさというところは土台にありつつもほんのりトレンド感漂うようなものが多くてですね素材の質感なんかも含めてなかなか魅力的なのでこれは僕たち日本のですね男性にもハマるもの多いんじゃないのかなということでしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますのでよかったら最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説していますのでよかったらチャンネル登録い チャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的にユニクロの欧米特別コレクションの中から、特に大人世代に似合うものをですね、皆さんに3つご紹介したいなと思ってるんですが、まず1つ目は、今僕が着ているシングルカラーショートブルゾンですね、価格が6990円ということで、これは非常に使い勝手がいいアイテムかなと思っています。ちなみに僕は身長1 6 4ンチ5 3キロと小柄な体型なんですが、今回はですね、L サイズを購入しました。いつもは M を選ぶことが多いんですが、サイズ感は割と ジャストササイイズズに近くててですねワンサイズ開けてちょっと今っぽい雰囲気で着てあげた方がが僕はバランスがいいかなと思うんですねというのもたんたけ系のアウターは今年のトレンドアイテムではあるんですが失敗するとちょっとやぼったいおじさんっぽくなりがちなところもありますのでちょっと緩さを出してきたぐらいの方が今っぽく見えるかなということでこのサイズを選びましたベースになるのはショートタケのブルーゾーンいわゆるドリズラージャケットみたいなものになってまして丈短めでジップで開閉あとは襟型ですねステンカラーになっていまして割とこうベーシックな 見え方になななっってていいいいるかとと思いますすすデザインもを照らったところはなくてすごくご使い勝手がいいんですね、まあ、僕が選んだのはグレーなんですがよーく見るとですねヘリンボーン柄が全体的に入っていましてこの辺りもですねちょっと英国調の見え方で個人的にはすごく好きなバランスですね無地のグレーだとちょっとやぼったく見えるかなというところもですね柄が入ることで適度にアクセントが効いているのでかなりこの辺りも高評価かなと思っていますまあ、様々な着方ができるかなと思ってまして今はですねデニム系の シャツをでですね内側に入れててパンで合わせていますが、まあ、オンラインのサイトではセットアップのようにですねグレーの上下でまとめて内側をブラックのですねニットと白 T で合わせてたりするんですがまあそういったですね着こなしなんかもすごくかっこいいかなと思いますまあアイデアシェアで様々な着こなしができるような結構万能なアイテムかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思っていますまあショート丈のアウターがトレンドアイテムではあるんだけどもどれ買っていいかなかなかわからないだとかちょっと値段的に高いものだと取り入れづらいなという方は まずはユニクロのこのあたりからトライをしてみるのはすごくいいんじゃないのかなと思います、まあ、素材にウールを使っているわけではなくて下線なんですがチープな見え方は全くありません上品な見え方になってますしこの素材ってなんか僕の中ではユニクロのロング丈のシングルブレストコートとかでよく見たような素材なんですねなのですごく安心感があるんですがずっしりと重たいこともなく気軽に羽織りやすいですし内側をしっかりと着込めば冬の中頃ぐらいまでは使えるようなアウターかなと思うのでチェックをしていただきたいなと思います 冬の後半なんかはこの上にロング丈のコートなんかを羽織ってしまえば重ね着のパーツとしても使うことができるかなと思うので意外と使える季節も長いアウターになるかなと思いますこれは今回のですね欧米特別コレクションの中でもイチオシアイテムなのでぜひよかったら皆さんもオンラインかもしくは新宿店の方でチェックをしていただければなと思っています はい、続いて2点目のアイテムなんですが、こちらですね。メリノニットポロシャツ長袖ですね。価格が3990円ということで、まあ、これですね、以前は定番的にやっていた商品なので、まあ、皆さんも見覚えがあるかなと思います。まあ、今年に関してはですね、こちらは一部店舗オンライン取り扱いという形で、実際に見れる店舗は少なくなってるかなと思います。まあ、襟元はポロシャツなんですが、素材がニットということで、両者の良さがですね、うまくミックスしたような商品になっています。 っていまして、まあ、いわゆるですねジョンスメドレーのニットポロみたいな感じの雰囲気で結構大人の男性には相性がいいですねベーシックなアイテムかなと思います、まあ、以前よりもですねサイズ感は少しゆとりが加わりましてピタッとしたタイト感というよりは程よいゆとり感があるようなサイズになってるかなと思いますカラー展開はベーシックなグレーとブラックとネイビーですね、まあ、どれも使い勝手が良くてこのあたりは外れは一切ないかなと思いますただこののよううなニットポロというのはですね単 ででるとあんんまりおしゃれに見えないんですね特に半袖のニットポロみたいなものは結構夏場に僕も皆さんにご紹介しましたし結構様になるかなと思うんですが長袖になった途端結構やぼったく見えるので個人的にはこれを主役にした着こなしよりは割とですね重ね着のベースで使ってあげるといいんじゃないのかなと思います例えばセットアップの内側に着てあげるというのもいいかなと思いますただですねこれレビューにもある通り割とこうジャストサイズのですねスーツだとかセットアップだとやや やですねもたつく感じが出る可能性があるのでセットアップもビューティーユースのですね360度マスターのようなちょっとこうゆるさのあるセットアップの内側に入れてあげるとバランスが取りやすいんじゃないのかなと思いますまたは G ジャンだとかちょっとカジュアルなアウターを上に羽織る場合にですねニットポロの襟元の綺麗さというところが結構ハマりが良かったりするのでそういった重ね着なんかでも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います素材に関しては100%メリノウールを使ってましてそれでこの価格帯というのはめちゃくちゃお買い得 だなと思います先ほど名前も挙がりましたがジョンスメとかだとかなり値段も上がっていますのでその中でこの3990円という価格を実現しているのはさすがユニクロだなと思います、まあ、毛玉ができにくいような加工がしてあったりだとか洗濯機で洗えるというところで日常的なケアというところも含めて使い勝手がいいんですねビジネスカジュアルの場面で使ったりだとかカジュアルシーンでジージャンと合わせたりだとか意外と使える範囲も広かったりするのでこれは持っておいて損はないアイテムかなと思いますで色なんで ですがどれ選びましょうかねこれ結構難しいところでネイビーのセットアップみたいなもので合わせる場合は内側はブラックのニットポロで引き締めるだとかあとはグレーでちょっと色味を変えてあげるのがいいかなと思いますあとはジージャン着る場合もやっぱり中は黒だとかグレーが使いやすいかなと思うのでまあこの2色で検討してみるのがいいんじゃないのかなと思いますいずれにしろ3190円でこの品質のニットポロが手に入るのは非常にありがたいかなと思いますので大人の男性の方であれば ぜひチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目はですね、こちらですね、スマートアンクルパンツのコーディロイバージョンですね。価格は3990円ということで、僕の動画の中でも定番的にずっとお勧めしてきたのが、スマートアンクルパンツですね。このパンツが出始めの頃は、だいぶ旬な雰囲気のシルエットだったんですが、今はですね、ワイドフィットのものがさらにバリエーション増えているので、その中ではめちゃくちゃ今っぽいというわけではなくて、中用なんですね。太も,も周りにはゆとりがあって、膝から下 テーパーパドとといいいいいうことで大人世代にには使いやすい程よいシルエットになっているのでまあ結構やっぱり使いやすいのは使いやすいかなと思うんですね通常のブラックだとかグレーだとかそのあたりはお持ちの方でも秋冬らしいですねこのコーディロイの素材感でスマートアンクルパンツというのはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いますまあワイド感のあるボトムスというのも引き続きトレンド継続していますが徐々に行き過ぎたワイド感というところは落ち着いてきていまして割とですねジャストサイズのもののももなんかもちょっとずつ増えてきてきるので ま、その中で改めてスマートアンクルパンツというのは評価されるようなボトムスになってくるのかなと思います。丈の長さもアンクル丈ということでもたつかないようになっていますので、このあたりも含めて使い勝手がいいんですね。なので40代以降の方であれば、ちょっと季節感漂わせるこのようなコーディロイパンツというのは1本あってもいいんじゃないのかなと思っています。カラー展開4色なんですが、個人的に結構気になるのがダークグリーンですかね。ちょっとこうアースカラーでミリタリー感強い色なんですが、深めで 上品さも漂いますしこのコーデュレオの畝も結構細ウネでですね上品な見え方になってるんですねユニクロのコラボレーション系のコーデュレオパンツって畝も太かったので割とこう大人世代には似合いづらいところもあったんですが細ウネでなおかつシルエットが太すぎないスマートアンクルパンツであれば使い勝手は非常にいいんじゃないのかなと思います特に秋冬の着こなしって上半身がブラックだとかネイビーダークグレーみたいに重たくなりがちなのでボトムスでダークグリーンを使うことでちょっとですね色の変化をつけること がとで、カラー展開の中にブラックだとかダークグレーがなかったのが個人的にちょっと惜しいなと思いまして一番最初にご紹介したシングルカラーショートブルゾンのようなグレー系ですねこのあたりのコーディロイのパンツがあったらめちゃくちゃかっこいいなと思ったんですがそれはちょっと来年以降に期待したいなと思いますトレンド感満載のシルエットというわけではないんですが大人世代であれば間違いなくハマりやすいシルエットでなおかつ季節感がほんのり漂うコーディロイ素材ということで これは結構使いやすいかなと思うので、まあ、是非皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では新宿本店とオンラインのみで取り扱いになっています、欧米特別コレクションの中で大人世代に似合うもの参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、今回3つ挙げましたが、実はこれおすすめ順に並んでいます。一押しは僕自身も着てみましたが、シングルからショートブルゾンですね。これはめちゃくちゃ良かったですね。最近は短丈系のアウターがトレンドになっているので、そのあたりをちゃんと押さえながらも、素材の質感もいいし、ミニマルで使いやすい ようなデザインになっているのでこれは大人世代の方であればかなりハマりがいいかなと思いますまたニットポルダとかスマートアンクルパンツっていうのも、まあ、通常のユニクロのラインに合ったようなものなんですが、まあ、今回は全店舗で取り扱いというわけではなくてかなり限られた販路になってくるわけなんですが、まあ、どちらも非常に使いやすいかなと思うので皆さんのワードローブを見返してもし足りないようなパーツであればぜひこの辺りもチェックをしていただきたいなと思っています、まあ、特にシングルからショートブルトに関しては発売してすぐの段階では結構すぐにですねサイズは欠けてしまっていた なので、かなり注目度が高いアイテムかなと思うので、よかったら皆さんもこちらチェックしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中では、なかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っていまして、 皆さんから頂い,いたご質問にその場でバシバシお答えしてやっていますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていますこちらでは動画じゃなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか僕自身が実際に買ったものをほぼ毎日投稿しています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるの おしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなコミュニティになっていますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。